ミュージックジャングル TV ご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。司会の総工です。そしてアシスタントの立花梨香です。そしてはい、バンクーバーオリンピック、モーグルを見ていますと、一人たりともコザックをやってなかったコザックになりますと。よろしくお願いします。あのコザックでこう大きく足を広げる必要上技なんですよね、はい、あれがだからすごいこう腰を回して、はい、あれをするというのはツイスターコザックっていう、はい、あれが結構こう高い得点なんですけど、もう最近1回転とかしましたもんね、うん、めちゃめちゃすごいですよね、うん、全然変わってしまいましたね、時代は。時代は変わりましたね。僕も改名を考えました。また違う技の名前とか、違う技の名前でつけたりとかして、まあそんなオリンピックの話題もしておりますが、まあこの番組もその4年後、8年後、どんどんと続けていくように、はい、いきましょう。はい、そうですね。それでは、はい、今日もミュージックジャングル TV、お楽しみください。はい。この番組は全国15万部の発行部数を誇る日本最大級の音楽系フリーマガジンジャングルライフと J:COM がコラボレートし、プロアマ問わず音楽にひたむきに取り組むミュージシャンたちを応援していく番組なんです。そして MC 陣にはもう説明不要、神戸出身ガガガスペシャルのボーカルコザック前田、趣味はライブ鑑賞に酒、特技は野球、水泳、スノーボード、さらには天津飯の食べ比べという DJ 総工。大学で心理学を専攻し、演習率も言える高学歴アイドル立花梨香の3名でお送りしていきます。はい、次はネットコマーシャルです。さて今回のミュージックジャングル TV は、高木真彦とシェキナベイベイズをゲストに迎えての MJ ライブ&トークをはじめ、 M&T パーティー渦巻からコメントが届いた MJ メッセージ、フリーペーパージャングルライフ発行人である PJ がおすすめのアーティストを紹介してくれるジャングルライフレコメンド、ディスカバリーファーム一押しアーティストからのコメント VTR ディスカバリーミュージックと盛りだくさんな内容でお送りいたします。MJ トーク&ライブ、今回のゲスト紹介タッチよろしく。はい、今回のゲストは高木真彦とシェキナベイベーズの皆さんです。イエーイ、お願いします。お願いします。それでは簡単にお一人ずつ自己紹介をよろしくお願いします。はい、ボーカルの高木真彦です。ギターの坂井宏樹です。ベースの三友です。ドラムの鶴田隼人です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、もう4人ともビシッとですね、リーゼントで決められておりますけれども、はい、決めてきました今日は。もう普段からそういったスタイルなんですか？そうですね、日常的に。はい、あの、なんか僕の掴んだ情報ではそれぞれのバンドとかされてて、あ、そういった時はまたリーゼントスタイルとは違うという。それはもう泣く泣く落とす形に、落とす形に、はい、本来はこうでありたい。本来はこうでありたい。いや、そんな高木真彦とシェキナベイビーズの皆さんですけども、あの関西にゆかりがあるというか、セレッソ大阪のサポーターソング、サポーターソングが、3月に出るんですが、はいはい、それを記念しまして、はい、3月14日にあの大阪ダービーという、うん、セレッソ大阪対ガンバ大阪、はい、開幕戦なんですよ。あ、 J リーグに上がりましたもんね、またね。 J1 に上がりまして、うん、そこに、出演予定になります。お、小沢さんも昔、グリーンスタジアム神戸で、はい、もうあるかとか、最悪やったんですよね。そうっすか。国歌斉唱を語るように歌ったら、もう、はい、帰れよお前。マジですか。この日、国民言われましたけど、国歌歌ってんの。No, no.
くぴったり。